ではまもなく開始します。はい、僕はどうすればいいのだろう。あなた、ずっと名前呼ばれてますよ。ジーザスコーリングユー。皆さん元気ですか？元気がなくても。時刻は午後6時を回りました。お届けしている曲はサムエルのイエス様がいれば大丈夫です。皆さんこんにちは。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー第78回目の放送です。パーソナリティの栗生緑です。今日もよろしくお願いします。この番組は身も心も疲れてしまっているあなた、生きている気力がなくなってしまったあなた、なぜ生まれてきたのか全くわからなくなってしまったあなた、とても急いで助けを求めているあなた、そんなあなたのための番組です。30分間どうぞお付き合いください。はじめに宜野湾聖書教会キム・トンヨン牧師をご紹介します。キム先生は韓国は広州にある教会の牧師のご子息として成長されました。ある日日本で宣教しなさいという神様からの命令が下ったそうです。キム先生はこの命令に従順されて1994年に来日されました。98年からは沖縄に移られて宜野湾聖書教会の牧師として神様からのメッセージを語り続けておられます。では自己紹介をお願いします。はい、こんにちは。4月が終わろうとして時間が早いなと思っているキムです。よろしくお願いします。ありがとうございます。では今日もこの番組を支えてくださるミキサーは FM 宜野湾のできすぎた男キャンさんです。自己紹介をお願いします。はい、先週は台風がかすめていって結構強い台風だったんですごいびっくりしたんですけど、今週は天気どうなってるんでしょう。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はとってもいい天気ですよね。本当にこんな素敵な沖縄で、暮らして8年目になります。沖縄を毎日喜んでいるクリューです。今週もこんな3人でお送りいたしたいと思います。今日のテーマはですね、義なる神とタイトルしました。あなた、ずっと名前呼ばれてますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー。まず今日の聖書箇所をキャンさんに読んでいただきたいと思います。今日は詩編ですね。詩編4編1節から8節をお願いします。はい。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、追い詰められたときあなたは私を解き放ってくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。人の子たちよ、いつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し、偽りを慕い求めるのか。知れ、主は自分の聖徒を特別に扱われるものだ。私が呼ぶとき主は聞いてくださる。震えはななけ、罪を犯すな。心の中で語り、床の上で静まれ。義の生贄を捧げ、主により頼め。多くの者は言っています。誰が我々に良い目を見させてくれるのか、と。主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。あなたは喜びを私の心にくださいます。それは彼らに穀物と新しいブドウ酒が豊かにある時にも勝っています。平安のうちに私は身を横たえすぐ眠りにつきます。主よ、ただあなただけが安らかに私を住まわせてくださいます。ありがとうございます。ではキム先生、メッセージをお願いします。はい、こんにちは。私は悔しいことがあっても
訴えるどころがない、そう思っているいないでしょうか。今日旅では神様に私の気になる正しい神様と呼んでいます。悪者が周りを支配している時、その悪さに悪に従わないと、正しい人が悪い人と言われる時が時々あります。キリスト者として歩もうとする時、私たちは信仰によって神の御言葉に、主の御言葉に従おうとする時、信仰を持っているということで悪者に従うことができないという、そうすると周りの悪いものから攻撃される。まさに旅でがそのようなことを今日詩編で告白しています。それで神様に、私が呼ぶとき答えてください、私の気になる神様という、私の祈りを聞いてくださいという、神様が私を目を留めてくださり、私がこんなに周りからいろいろ攻撃されたり非難されてしますが、私がイエス・キリストを従うためにこんな苦しみを受けてます、正しく判断してください、私の祈りを聞いてくださいと旅では祈っているということです。私たちは周りを見ると本当に希望がない、望みがない、しかし神様を信じる人には誠の希望がある。それは神様の前で私たちが完全ではないが、神様の前で悔い改め、神様に罪を告白するときっと認めてくださる、正しいと判断してくださるということです。教会というものは完全なものが集まって、罪が全くない人が集まる場所ではありません。旅ではイスラエルにとってとっても尊敬される王様ですが、その旅でも罪を犯して神様の罰を受け、神様の前で徹底的に悔い改めると、神様はその旅でを用いてくださり、イスラエルの中で一番尊敬される王になります。それでイスラエルの国旗の大きな星を、私の星じゃなくて旅での星と言われるように、神様は私たちが完全だから、完璧だからよしと認めるのでありません。私たちは過ちを起こしたり、もしや本当に周りから非難される時もあり、恥を受ける時もあります。しかし神様は私たちが悔い改めると、私たちの祈りを聞いてくださり、私を許してくださるということです。さっき話したように、旅では決して完璧じゃないんです。今日はアブサロムのという、あれアブサロムって誰だというと、旅での息子です。息子に追われながら自分の罪を徹底的に悔い改めて、神様に、私の気になる神様という、私が正しいから神様に祈るんじゃなくて、神様は気になる神様で、私たちが叫ぶとき、私たちを憐れんでくださり、私をきっと認めてくださる、正しいと認めてくださる方であることを旅では告白しているということです。神様は旅でが涙を流して悔い改めるとき、自分の罪を悟り、神様、私はこんな罪を犯しました、どうか許してくださいという悔い改めるとき、その旅での罪、その涙を見て許してくださる。それで旅では、私を憐れみという、憐れんでくださいという、本当に敵に囲まれて、本当に命の危機の時に、
旅ではその周りに私を助ける人が誰か、どっちに行けば何とかなるのかじゃなくて、神様に祈り、神様どうか私の祈りを聞いてくださいという、その特権を使うということです。患難に遭う時一番恐ろしいことは何でしょう。周りが本当に攻めてくることでしょうか。もちろんそれもありますが、心が慌てて神様に祈ることができないということです。だからこそ私たちは祈りという訓練をする必要があるんです。いつも祈る、その訓練を通して本当に一番困っている時、恐ろしい時、神様私の祈りを聞いてくださいと祈る必要があります。貴人が患難に置かれる時、彼の話を信じてくれる人がいないです。周りはみんな悪人で、正しい非道を破滅しようと攻撃しています。リセチのところを見ますと、非道の子たちよ、いつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛しているのか。今悪者は神様の民の栄光を傷つけるために熱心に攻撃します。お前はこんな悪いことをしたんだよ、お前はひどいことをしたんだよ。旅でも本当にその言われるとき、神様の前で悔い改めたと話をします。彼らが攻撃する中で彼らには有益にならないから、なぜ神様の民が共にいると彼らの罪が明らかになるから、それを隠すためにもっとひどく攻撃するということです。神様は貴人である私たちを選んでございます、用いてくださいます。三節のところを見ますと、主はご自分の聖徒を特別に預かわれるという、私が呼ぶとき主は聞いてくださる、私が声を上げて神様助けてください、憐れてください、私を見てくださいという叫ぶとき、神様は私を見てくださり、聞いてくださり、周りはすべて私のことを認めない、私を徹底的にもう潰そうとしているが、神様は私たちを、私たちが叫ぶとき主が聞いてくださるということです。旅ではサウル王にたくさん追われました。本当に追われるとき、いつ何が起こるか分からないとき、不安なとき、死に祈り、死に求めます。このようにまたアブサロムが旅でを殺そうとする、自分の息子が神様の御言葉に従わず、この世の方法でもう王になろうとするとき、神様に叫びます。私たちは神様を信じます、イエス様を信じますということは、私はこの世の方法で、この世の巧みな方法で何とかするんじゃなくて、主が助けてくださり、神の御言葉と聖霊の働きの中で従うと、成長していくということを願うことです。悪者が生きる道は自分の気質を抑えて真理をに従うということです。四節のところを見ますと、恐れおののけ、そして罪を犯すな、床の上で自分の心に語り、静まれと語ります。悪者は静かに待つと、神様の憐れみを求めると、神様が助けてくださいます。神様の裁きを私たちは待ちます。私が裁くのではなくて、神様の裁きです。古説の御言葉を見ますと、神様が決めるということです。神様が
神の時を我慢して待つ必要があるということです。木の生贄を捧げ主により頼めと語ります。私が何とかこじ上げて何とか問題を乗り越えようとするじゃなくて、主の時を待つという、とても難しいですね。待つということはとても難しいです。約束時間を待つことも大変ですけど、本当に今命の危機に本当に攻められている時に、敵が私を攻撃しているのに、神様に木の生贄を捧げ主により頼めて主の働きを待つということはとても大変です。しかし私たちは木の生贄を捧げる。木の生贄は何でしょう。木の生贄を反対すると不義の生贄です。すなわち神様の御心に外れるということです。的に外れるということです。木の生贄は私が中心じゃなくて、神の御言葉に従う神様が中心になっているということです。なんで私に来ないかね、早く来ないかね、私のタイムスケールじゃないんです。神様の時間の計画です。神の時です。人間は罪を犯すと、その罪を隠すためにいろいろ立派に見せようとします。自分がもっと正しい人のように、基人のように見せつけようとします。見栄えが良くなります。しかしそこには神の御言葉がない、神の生きている生贄がないということです。出会いが生活と一致するということです。教会に行くだけで出会いを捧げる、その時間だけじゃなくて、教会から離れて出会いの1時間から離れているとき、主の御言葉に従うということです。私たちが罪を犯すと心が苦しくなります。自分の弱さに嘆きます。この時自分の弱さによって傷つけられた心を神様に捧げるということです。神様、今日も失敗してしまいました、主よ、この心を受け入れてくださり許してください。それが神様に喜ばれる木の生贄であるということです。格好つけて何かをたくさん飾っているものじゃなくて、自分のすべてを、残りの問題のすべてを主に委ねるということです。6節のところを見ますと、主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。旅では自分の罪をすべて告白して、本当に神様の前で苦難を受けているそのありのままを主に委ねるとき、主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。神の御言葉の光が照らされると明確になります。暗い時にははっきり見えなかったものが光る、明らかになります。そこで私たちは苦難の中で誰に叫ぶのか、頼るのか。神様は恵みを注いでくださり、愛を注いでくださる神様です。その神様は私たちに豊かに、穀物と新しいブドウ酒が豊かになる、それよりもっと大切な主の安らぎを私たちに与えてくださる神様です。その神様、気なる神様、私たちを助けてくださり、私たちが祈る時耳を傾けてくださる神様に今日叫んでみませんか。私たちの本当に傷つけられた心を木の生贄として捧げてみませんか。ありがとうございます。ありがとうございました。キャンさん、どんな感想をお持ちになりましたでしょうか。そうですね、今日お話の中で、あの悪いことした人が、あのこうよく見せようとするために、うん、こう身なりを良くするってお話がありましたけど、うん、まず全てが当てはまるわけではないと思うんですけど、僕多分人に
見られるときに悪いことしてそうだなって思われるような見た目してると思うんですけど、こういう見た目してるのをあの結局普段からやっぱり堂々とあのちゃんと正しく生きてるっていうあの自信があるからであって、やっぱりあの、まあ、無理にこうやっぱり正しいことしてる人ってそういうのを無理によく見せようとする必要はないじゃないですか、うん、だからそういうのもちょっと考えながら今日はちょっと話を聞いていました、はい、ありがとうございます。私はですね、やっぱともすれば高慢になってしまうんですね、この性格ね、あの生まれつきじゃないですけど、ね、呼吸するように高慢な言葉や態度になってしまうんだけれども、実はあのそれってすごい疲れるんですよね。でやっぱデフォルトでこのへりくだった人になりたいなと常に思っているんですが、今日はやっぱりこの先生のメッセージにあったように徹底的に悔い改めて、もう神様に心を注ぎ出したいなと、今夜はもっともっと神様に叫んで求めたいと、思えるようなメッセージでした。ありがとうございました。では最後にキム先生にリスナーの皆様のためのお祈りをお願いします。はい、お祈りしましょう。聖なる神様、主は今も私たちを目を留めてくださり、私たちがボロボロの心を持ってきて主は助けてください叫ぶとき、私たちを木の生贄として受け入れてくださり、平安のうちに私が身を横たえすぐ眠りにつくように導いてくださり、私たちが安らかに住まわせるように用いてくださり導いてくださることをありがとうございます。主よ、私たちはどんな苦しい時も主が私を見ておられ、私の叫びを聞いてくださることを覚え、喜び神様の恵みに感謝して歩んでいくことができますように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。海が好きだった父、決め手はこの景色でした。真心込めて誠心誠意提案してくれました。大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を、0120-392-756、御国株式会社。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む、菊味噌加工を醤油めこぼを、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢こぼを。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなた、ずっと名前呼ばれてますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、ジーザスコーリングユー、お別れの時間が近づいてまいりました。京都のにゃおこさん、先週に引き続いて今週もご参加をありがとうございました。今日は詩編でしたね。詩編の義なる神様のことについて、本当に神様どんな方なのかについてもっともっと知りたいと思われたと思います。もっともっと質問してみたいと思われた方は直接教会をお尋ねになるかお電話をください。私たちは毎週日曜日の朝10時半からは礼拝、毎週水曜日の午後7時40分からは祈祷会、祈り会を開催しています。どなたでも歓迎します。また今日食べるものがない、今夜寝るところがないなどで困っている方は遠慮なくすぐにお電話をください。私たちはあなたのお役に立ちたいと思っています。また宜野湾聖書教会では毎週火曜日と木曜日の午後3時から主に宜野湾市内の小学生を対象とした子どもの居場所づくりをしています。ハレルヤアカデミーという名前をつけていますが、希望者には夕食も準備していますので、ご関心のある方はお気軽にお問い合わせください。以上、すべてのお問い合わせご連絡は 098-890-1350、 098-890-1350、宜野湾聖書教会までお願いします。宜野湾聖書教会ジーザスコーリングユー、お別れの時間です。今流れているエンディングは放蕩息子というタイトルで、キム先生の息子のサムエルが作って歌っています。私たちが今どんなにボロボロな状態、
ここまで悪いことをしてきた自分は今更教会なんか行けないと思っている、あなたも神様あなたに向かってずっと両手を広げて帰ってくるのを待ってくださっているんだよという曲です。この番組はあなたのエンドオブライフにもっと寄り添いたい三国グループの提供でお送りいたしました。メッセンジャーは宜野湾聖書教会キムトンヨン牧師、ミキサーは FM 宜野湾のできる男キャン、お相手は栗尾みどりでした。また来週水曜日の午後6時にお会いしましょう。ヘブライ語で神様の臨在を意味する言葉シェキナーでお別れします。シェキナー。この世は砂のようで、握れば握るほど減りました。すべて失ってやっとあなたの偉大さに「偉大さに気づきました」「偉大さに気づきました」「偉大さに気づきました」「許してください」「今までの」こんな私でも満たしてください、あなただけでまたやり直せるように、許してください。